額賀議長が国会で天皇陛下に式辞を渡すという前代未聞のミスをしました。でも天皇陛下は優しい笑顔で額賀議長を見守られました。リハーサルを重ねてミスをしたようです。1985年には福永衆院議長は74歳でしたけども、リハーサルで天皇陛下のお言葉の証書を受け取って後ろ向きで階段を降りる練習をしました。でもよろめいたことが原因で翌日辞表を提出しました。細田議長も79歳で入院してましたけども、本当は後ろ向きに降りられずに辞職をしたんではないでしょうか。秋篠宮ご夫妻も13年前国会に出席をしました。ただ秋篠宮ご夫妻がこの時になかなか座らずに、他の国会議員も座れないから中井議員が早く座れとヤジを飛ばすと秋篠宮様が睨みつけました。この10日後に中井議員の事務所に右翼団体から抗議文と小指が送りつけられました。秋篠宮家に行動が移ると皇室は確実に終わります。皇室典範を改正して直系聴取にすべきではないでしょうか。